カーリトローは、ノルウェーのボス出身のフリースタイルスキー選手。ソルトレークシティオリンピック女子モーグル金メダリスト。FIS ワールドカップでは、合計37回勝っている。2002年ノルウェーの雑誌、マンの実施した、ノルウェーの最もセクシーな女性に選ばれるなどその美しさからも人気を集めている。公式競技として、モーグルが初めて採用された。 アルベールビルオリンピックに参加したものの予選14位で決勝に進むことはできなかった。その後母国のノルウェーで行われたディレハンメルオリンピックは大会を3週間前に控えて練習中に転倒してしまい膝を痛めてしまったために参加は見送ることになった。その後長野オリンピックでは初めてのメダルとなる銅メダルを獲得した。現在そのメダルは 出身地であるボスにある彼女のお気に入りのレストランに寄贈してある。2001年にはスポーツ雑誌ウルトラスポートでほとんど全裸の姿を公開し話題を集めた。2002年には自らで女性向けのスポーツウェアの店カリトラコンセプトストアをボスで開いた。その後2006年にトリノオリンピックで銀メダルを獲得した後に引退し自伝を発売した。 ありがとうございます。